こんにちは。こんにちは。今日はブランディングプロデューサーの、村本彩さんを迎えして、ブランディングについて、お聞きしていきたいと思います。で、彩さんは、会社員時代にサントリーという会社で、はい、マーケティングの、担当のお仕事をされてて、まあ、今はブランディングプロデューサーという形で、ご活躍をされております。今日は、ブランディングについてちょっとガシガシ聞いていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと簡単に自己紹介をしていただいてもいいですか。はい、はじめまして、村本彩と申します。私は昨年の春にサントリーを退職して、で今は、個人起業家さんとか、あとは法人さんのサービスを、ブランディングするお手伝いをしています。なんでちょうど今1年会社を辞めて1年経ったっていうところです、うん、はい、はい、分かりました。じゃあ早速聞いていきたいと思うんですけども、はい、そもそもブランディングとは何ぞやというところなんですが、はい、こうちょっとプロの目線から教えていただいてもいいですか。はい、ブランディングはですね、まあ今私が関わっている方は結構個人起業家さんとか多いので、うん、まあ、個人とその商品とサービスとかっていうそのもの自体がすごく密着でな方ではが多いのは多いんですけど、でも基本的に私がお伝えしているのは、マーケティングのブランディングなので、商品とかサービス、提供している商品とかサービスがまあ、最も輝く場所を見つけて、ほうほうほう、その最も輝く場所ってのは売れる場所っていうことなんですけど、うん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 、それを届けたいお客様の頭の中にも同じイメージとしてこう構築していく活動って言ってます、うん、なるほど、うん、そっかそっか、うんうん、輝かせながらも、うん、まあ、お客さんの頭の中にもそれが、うん、しっかりとイメージができるようにっていうのがポイントってですね、うん、輝く場所を見つけることはまず第一ステップで、なるほど、その次にそれをお客様もそうやって認識してもらうっていうのは、場所を見つけるだけでは認識してもらえないないので、うん、分かります。じゃあそういったブランディングがじゃあできると実際どんなメリットがあるんでしょうか、はい、うんうん、ブランディングができると、うん、今言ったみたいにお客さんの頭の中に、うん、そのちゃんと場所が、うん、その最も輝く場所っていうのは、うん、お客様の頭の中にもイメージできるから、うん、その他の人と比べられなくなる、うん、自分だけのこう聖域みたいなのができるんですよね。なるほど、うんうん、比べられなくなるし、うん、その専門家みたいな、うん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 、とか第一人者とかそういうイメージができて目立ってくる、うん、まあ、すごいマーケティングの効率が圧倒的に良くなる、うん、なるほど、まあ、選ばれるような人になるという、うん、選ばれるようなイメージですね。分かりました。じゃあ実際に、まあ、そうなるにはまあ、どんなこうステップでブランディングっていうのをやっていけばいいんでしょうか。はい、うんうん、そうですね。まずは、まあ、ブランディングの話するときに言ってるんですけど、うん、やっぱり、何のためにとか、うんうん、なぜこのビジネスを、この商品やサービスを届けたいのかっていう、うんうん、まあ、思いが、まあ、ブランドもやっぱりちょっと、うん、核にあるんですよね、うん、トップに。でその思いをまずちゃんと言語化するっていうのが最初のステップ、うんうん、でそれからさっきもお話ししたように、うんうん、届けたいお客さんの頭の中に作るってことなので、うんうんうん、誰に届けたいかってやっぱターゲットがすごく大事になってきます、うんうんうん、なるほど、うんうん、ターゲットがずれると、うんうん、またその価値も変わってくるんですよね。うーん、なるほどですね。 A さんにとっては価値だけど、うん、B さんにとっては価値じゃない、同じものであってもっていうことがある、大いにあるので、はいはい、なるほど。ってなるとですね、なんか僕もこう結構教えたりする仕事をしてるんですけど、はい、うん、この思いを言語化する、うん、この言語化が結構苦労される方が多いなと、うんうんうん、まあ、なんでかっていうと、そこがちょっとふわっとした言葉になってしまうということが結構往々にしてあると思うんですけど、はいはい、それをなんかふわっとさせないポイントみたいなのってあるんですか。ふわっとさせないポイント、うん、うーん、そうですね、なんかそれを読んだ時に、うん、その人ならではだなって思うかどうか、抽象的な言葉だったらそれをもっともっと具体的な、うん、まあ、入れて具体的にしていくっていうので、なんか具体的なエピソードとか、うんうん、具体的なこととそれを抽象化させた、で要は何を言いたいのかみたいなのを、うん、まあ、セットにして伝えると届けやすいかなと思います。じゃ細かい具体的なところ行って、まあ、最後にそれをキュッとまた抽象的な言葉に戻したりとかって、うんうん、そんなイメージですかね。うん、なんかエピソードだけだとただの日記みたいに、私はこんな人生経験をしてきてとか、はい、うん、でふーんってなっちゃうので、うんうん、でそこからで何が言いたいかという、この経験から何が言いたいか
かというと、うん、みたいにちょっと抽象度を上げると、うんうん、他の人も共感するエピソードとか事実になってきて、うんうん、でそれを届けたいっていうとそこに共感思いに共感する人は集まってくるっていう、うんうん、なるほどですね、うん、確かに大事ですね、うんうん、ってなると、はい、それができて、まあ、さっき言ったじゃあターゲット、うんうん、ターゲットの選定っていうのは、うん、なんかポイントがやっぱりあるんですか。ターゲットは、うん、いろんな考え方あると思うんですけど、うんうん、私は自分が本当に一番届けたい人を考える、うんうん、なんかこの人に受け入れられそうっていうことではなく、うんうん、自分がこの人に届けたいなって思う人、うんうん、なのでよくクライアントさんとかに言ってるのは、うん、なんか自分の、まあ、ビジネスがうまくいったとして、うんうん、映画のオファーなんか映画化したいですってオファーが来た時に、ほうほうほう、誰を主人公にしますかみたいな。へえ、面白い。でいろんな多分クライアントさんとかその商品を届けてる人とかいると思うんですけど、うんうんうん、でその利用した人とかが中で誰か一人を多分映画化する時って主人公に持ってきて、うんうん、はあはあ、確かに。で映画ってこうビフォーなんかこう平凡な毎日とかなんかうまくいけない毎日あって、うんうん、商品とかサービスとかに出会って、うんうん、変わっていく、うんうんうん、っていうのが、まあ、その提供してるものだと思うので、うんうん、その時の一人を誰にしますかっていう、うんうん、なるほど。映画の主人公を決めるっていうのは面白いですね、うんうん、確かに。そう考えるとちょっと面白いし、なんか、うん、多分あの人にも届けたいこの人にも届けたいと思った時に、うんうん、その一人に絞ってくださいって言うと、絞れませんみたいなことを言う人がいるんですけど、うん、いますね。そう、はい、そうだけど、映画の主人公って考えたらやっぱ一人、うん、そうです、ね、まあ、最悪ダブル主演みたいな、そういうのもありだと。あります、ね、二つのストーリーがだけど、まあ、最後はこう合わさるみたいな、うん、多分それぐらいかな。そっかそっか、うん、確かにそれいいかもしれないですね、うん、なんか映画ってすると、うん、まあその主人公決めてこうバチッといくし、うん、まあ、そこにやっぱストーリーを作りやすくなるイメージがしやすいですね、うんうん、でやっぱり、うん、象徴的な人じゃないとダメじゃないですか、うん、その映画化っていうなと、うんうん、そうするとやっぱ多分いろんなクライアントさんとか届けたいっていう人の中で、うんうんうん、誰が一番分かりやすく伝わるかなとか、うん、確かに、うんうんうん、見てる人が面白いと思うかなとか。なるほどですね、うん、いいですね、うん、ストーリー性もできて、うん、ちゃんと絞れると絞れて、うん、でまあいっぱい絞れませんっていう人は、まあ、続編はまあうまくいったらじゃあ作ってくださいみたいな。そう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 、そんな感じですね。そんな感じです。あ、いいですね、はい、なるほど、うん、映画っていいかな、うんうん、わかりました。じゃあそういう意味で、はい、ブランディングの中で、うん、あえて、うん、もう一つの重要ポイント、うん、これだっていうのを絞るとすると何ですか。絞るとすると、はい、難しい。2つ、まあ、2つどっちかなって迷ったんですけど、はい、でも、まあ、絞るとすると、はい、そのさっき言ったみたいなお客様の中に価値を作っていくのが、うん、まあ、ブランディングっていうので、うん、ブランディングが見えない価値を作って築いていくっていうことなんですけど、うん、価値にも2種類あって、うん、機能価値っていうものと、うん、情緒価値っていうのがあるんですよ、うん、で機能価値って何かっていうと、まあ、機能なので、うんうん、まあ、スペック、うん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 、この商品とかサービスを利用するとどんな、うん、メリットがあるかっていう、ね、機能的なメリット、うん、でそっちはもう、正直そんなに差別化できない、うんうんうん、機能で抜きんでようとしても、うん、そんなに、そうですよね、うん、すごいおーっていうものって大企業でも難しいから、うん、ですよね。しかもそこにこだわる人がどれだけいるのかっていうのがなりますもんね。そうなんですよ、うん、でその時に大事になってくるのが情緒価値っていう方で、うんうん、ハートですね。そうですね、うんうん、同じようなサービスをがあるんだ、機能的には同じようなサービスがあるんだけど、うん、それを利用する時にどんな感情的な違いがあるのかと、うん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 、それが大事と大事、うんうん、なるほどですね。それはその提供している人のそのパーソナリティだったり、例えばお店とかの思いだったり、うんうん、コンセプトだったり、うん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 、なるほど。じゃあその2つを、まあ、しっかり、まあ、明確にして、うん、ちゃんと打ち出せるようにするっていうところが大事かな、はい、大事か。それもなんかもう一個あるって言ったのはちょっと気になっちゃったんでもう一個はでもやっぱりそのポジショニングかなと思って、うんうん、そこが決まらないことには、うん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 、やっぱりそのお客さんの頭にどう作るかっていうのができないので、うんうんまあ、そのポジショニングを明確にするためにも、うん、その機能価値情緒価値っていう違いで、うんうん、どういうポジションが自分にはあるかなっていうのを探していく、う
ということなんで、まあ、ポジショニングのために最近そうですね、うん、あるっていう、まあ、連動してる、ね、連動してる感じです、うん、なるほど、うん、分かりやすいですね、はいはい、じゃあ最後の質問で、はいまあ、ブランディングを、ね、ちゃんとやっていこうと思ったら、もちろんあの、うん、綾さんのね、うんコンサルを受けると継続コンサルを受けるというのが、まあ、まあ一番いいというか、まあそうね、すぐできるもんじゃないと思うので、うん、それがいいと思うんですけど、まあ、あえてですね、うんまあ、今すぐ、まあ、私たちがこうできる、うん、なんかブランディングポイントみたいなのってありますか、うんうん、そうですね、ブランドのブランディングのやっぱり最初の頂点には思いがあるっていう話をしたと思うんですけど、それをやっぱり明確に伝えるためにも、うんうん、まずはその今までの自分の人生ヒストリーを、うんうん丁寧に振り返る、うん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 、でさっき情緒価値って言いましたけど、うん、やっぱハートが大事なので、うんうん、その人生を振り返るときに、うん、出来事じゃなくてその時に何を感じて、うん、喜怒哀楽を振り返 る、うん、嬉しかったこと悔しかったこと、うんうんうん、悲しかったことを全部振り返って、うんうん、でそれをこう、まあ、つながってるので絶対に、うん、でそれを、まあ、明確にして今の商品やサービスを提供している、うん、そのビジネスに至る背景とか、うんなるほどうん、そこにつながる価値観とかをこうつなげていく、うん、探っていく、うん、じゃあ、まあ、振り返る時も、まあ、事実とその心の分けて考え て、うん、分けて考えるで自分に何がこうグッとくるものがあるかみたいなのを探るみたいな、ね、そうですね、うん同じ出来事経験しても、うんうん、感じ方が個性じゃないですか確かに、うんうんうん、あんま事実にはそんなに意味はなくて、うん、そこからこの人はこういうことをこうキャッチする人なんだなっていうところを知ってもらうっていう、うんうん、なるほど確かにそれは誰でも今すぐできますね、はい、分かりました、うんはい、ということで皆さん、はい、ブランディングのポイントを今ね5つ、お聞きしましたのでぜひぜひ今後の活動に、はい生かしていただければと思います、はい今日は、ブランディングプロデューサーの村本彩さんに来ていただきましたありがとうございますありがとうございます